皆さんね、これからまあ冬ですけども、着るものも冬物に変わってくるわけですけど、まあ自分は大体このジャケットにね、あとインナーがあるもんで、このそのインナー結構タイチのインナーはあったかいんでね、それでまあ冬もまあ乗り切れる感じなんですけど、先日のキャンプでね、夜間凍えたもんで、私のあの愛用してるブランドというかショップというかワークマンってのがありましてね、そこ行っていろいろね買い揃えてまいりました。11月にキャンプがあるんでね、まあ標高高いところではさすがにやりませんけど、御殿場あたりでやるみたいだけど、寒いでしょうから、今度はねこれでもかってほど防寒装備整えましてね、寝袋シュラフの方もあの先日買って失敗したっていうねでかいやつを持っていこうと思って、今度はあの PCX にですねホームセンバカもつけましたからね、もう積載がねかなりのもんですから、多分夜もねあったかく眠れるんじゃないかと自分では思ってるんですけどね。ああ富士山よく見えますね。ああ写真撮りたいな。写真撮ろう。結構でもツーリングってありますよね、乗ったり降りたりが多いとすごく疲れますよね。今国道から西伊豆スカイライン方面に曲がりました。あの山の頂上にね赤い屋根のなんだろうね、あれ牧場かな、建物あるけど、あの辺まで登るってことだもんね。ここも国道かと思ってたけど、なんだか昨日走った矢比須峠が国道すぎて大したことないような気がしてくる、してきた。あーやっと牧場まで来た。一気にね西伊豆の西海岸から駆け上がってきました。今ここ西天城高原牧場のあるところですね。はあやっぱり秋だからもう緑色だったね山が茶色くなってきてますね。さあこっから西天城高原道路抜けて西伊豆スカイライン、やっぱ一気に回ってきたけど疲れたね。よいしょ、もう一頑張りしましょうか。よいしょ、西伊豆スカイラインはいつ来たっけかな、前だけ、まあこっちからね上がってくるのは久しぶりですね。もうススキだもんな全部。西名峠の頂上ってことですね。ああ富士山がすげえ。やっぱ止まって撮るよね。ああ富士山すごい。この下の方で富士山ね、自分を撮影しましょうか。ああいいね、いいっすね。やっぱここ通るときは富士山がね見えると見ない、見えないとじゃね、やっぱ全然気持ちよさが違いますね。雪降ったって言うけどあんまり見えないね、溶けちゃったのかな。ここから西伊豆スカイラインですね。西伊豆スカイライン最高だね今日は。
この辺も11月いっぱいまでは平気かな。12月の後半になるとね、凍結しますからね。あー、よく見えますね今日は。それにしてもまあ、ちょっと下の雲はまあしょうがないとして、肌寒いですね。でもそんなに寒いとじゃない。メッシュのグローブでも手がかじかむほどじゃないんで、ちょうどいっちゃとちょうどいいぐらいかな。これで富士山堪能したんで帰りますか。はい、今日はですね、伊東から南下して下田を回って、南伊豆、西伊豆と回って、そこからね山の方に上がって西山美高原道路、西伊豆スカイラインと走ってまいりましたが、やっぱりあれだね、後半になるにつれて無言になるよね。喋ることなくなるというか、気力がなくなるというか、ずっとね無言で走っておりましたが、久しぶりに伊豆半島を走りました。それも平日なんで終始貸し切り状態で走れましたね。南伊豆から8月、9月、10月とね、山梨行ったりいろんなところを走りましたけど、長野行ったり、あ、やっぱり伊豆半島走りやすいなと思いましたね。今日はちょっとね走ってて面白いし、くねくねもあったり、いい感じで飛ばせるようなとこもあったり、気持ちよく走りました。まあこれから寒くなるとね、山の方はなかなか行けなくなりますけど、海岸線がメインになるのかな。一年中、まあ、海岸線が、ね、凍ることはないんで、自分があの伊豆半島を回るときはこのコースですよね。ほとんどいつも同じ、ちょうどねこれが200キロいかない、100、170、80キロぐらいかな。ちょうどいいんですよね。丸1日かかるわけじゃなし、いい疲れ具合で。今2時11分、まあ家に帰って3時ですね。9時に出て3時ですから6時間、途中おしゃべりや暇つぶしをね合計1時間ぐらいかなして、まあそんなとこでございます。はい、今日は秋の伊豆一周ツーリングでございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。